どうも皆さんこんにちは、着髪です。本日はですね、こちらのクレジットカード、マリオットボンボイクレジットカードですね。本日新規入会キャンペーンがパワーアップがね発表されましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、2022年のね2月頃にこのマリオットボンボイプレミアムカードにですね SPGAMX から切り替わりましたよね。で、個人的にはですね、このマリオットボンボイプレミアムカードがね発表された時にですね、こちら年会費ね4万9500円税込みでねかかるんですよね。普通に考えてね、年会費高いですよね。で、私もね当初はね高すぎるかななんていう風に思っていたんですけども、またね無料宿泊特典っていうのが、前のね SPGAMX は年会費3万4100円で、まあ、更新するだけですね、この無料宿泊特典ね一括5万ポイントまでねもらえてたんですけども、まあこれもですね、このマリオットボンボイプレミアムカードになってから年間ね150万円の決済しないとその無料宿泊特典もねもらえなくなってしまったわけなんですよね。で、まあこれを受けましてですね、私もねちょっと一般カードに落とそうかなとかね、まあいろいろ思っていたわけなんですけども、今月のね頭ぐらいまでねちょっと海外にいましてですね、まあ、今回ね ANA の特典航空券の旅プラスアルファということで、まあ、海外にね行かせていただいたわけなんですけども、やはりねこのマリオットボンボイのねクレジットカードの本当に強みはですね、マイルにね交換することがねできる、またねマリオットボンボイポイントなんですけども、まあ、40社以上からねマイル交換することができて、またねその還元率も 1.25% ということで非常にね高いクレジットカードっていう風になるんですよね。まあそれを考えるとですね、この年会費ね 49,500円っていうのは、まあ、ちょっとね高いは高いんですけども、まあ、マイルの交換先ね ANA、JAL、アラスカ、まあいろいろありますけども、まあ、いろんな航空会社に交換できて、またそれもね還元率1.25% で利用することができるっていう風になりますんで、やはりね優秀なクレジットカードだなってね、ちょっと改めてね、まあ海外に行ってね思ったっていった形になるんですよね。またね今ね燃油サーチャージが非常に高いですよね。残念ながらですね、今現時点でもね高いんですけども、また10月からね燃油サーチャージ上がるんですよね。ですね、東京ニューヨーク特典で発券すると多分奥で11万とか、まあとりあえず10万を超えてくるぐらいね燃油サーチャージチャージが高いっていう風になりますんで、今ねこの燃油サーチャージがかかってしまうね航空会社を使うっていうのはちょっとねもったいないっていうね部分もありますんで、 ANA マイル、JAL マイル貯めていただいて、そのままね ANA、JAL にね国際線搭乗しようとすると、まあこれね絶対かかってきてしまうっていう風になりますんで、まあしばらくの間はですね燃油サーチャージねかからない航空会社ね利用するのがねいいのかななんていう風に思っておりまして、まあその中でもねユナイテッド航空であったりアラスカ航空だったりね、まあシンガポール航空もねいいと思うんですけども、まあ、こういった感じでねマイル貯めていくっていうのもですね、このねマリオットボンボイクレジットカードねかなりおすすめっていう風になっておりますんで、まあ、今回ね新規入会キャンペーンね強化されたっていうのもありますので、またねこのクレジットカードのね解説も徹底的にねやっていきたいなという風に思いますので、クレジットカードね発行検討されてた方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、新規入会キャンペーンの内容からね、いきたいと思います。こちらのね、マリオットボンボイプレミアムカードを発行していただいて、3ヶ月以内にですね、30万円の利用していただくと、3万6000ポイント、75万円の利用していただくと、プラス3万ポイント、75万円分の通常分のね、ポイントを入れていただくと、2万2500ポイントということで、合計ね、8万8500ポイントがね、獲得することができるキャンペーンっていう風になります。まあ、このね、マリオットボンボイプレミアムカードっていうのは今年の2月ね発行が開始になってちょっとしてね結構大きいねキャンペーンを行ったんですよね。その時はね合計18万ポイントぐらいだったかな、まあ、もらえるキャンペーンだったので、まあ、それに比べるとですねちょっとねポイント数は落ちているんですけども、まあ、その時のね、利用額は確か4ヶ月で150万とかだったと思いますので、まあ本当にね利用額も半分になって、まあ、獲得できるポイントもね大体半分ぐらいになったっていった形になりますかね。まあ今ねこの新規入会キャンペーンが終わって今ねこのマリオットボンボイプレミアムカードって確か合計で4万5千ポイントぐらいしかね獲得することができないね新規入会キャンペーンが通常分なんですよね。まあそれに比べるとですね大体2倍ぐらいになってるっていう風になりますんで、まあこれからね発行検討される方はですねこのタイミングでね発行していただくのがねいいのではないのかなと思います。でこちらね期間限定っていう風になっておりまして、2022年の10月20日申し込み分までっていう
ふうになりますんで、まだね8月の終わりっていうふうになりますんで、だいたい2ヶ月ぐらいねありますので、まあ、じっくりね検討していただいてですね、発行していただくのがねいいのではないのかなと思います。もうね どこかで言ってるかと思うんですけども、まあ、年会費がねこちら 49,500 円ということで、まあ、安くないですよね、年会費として。ですのでよくね検討されてからですね発行ねしていただければなと思います。で今回ね紹介させていただいたこの合計 88,500 ポイントのね入会キャンペーンなんですけども、こちらねウェブ紹介特典っていう風になっておりますんで、公式サイトにねポイント多くねもらえるっていう風になりますんで、もしね、利用されたい方はですね概要欄にね詳細に載せておきますので、ぜひね活用していただければなと思います。またですね今回ね 88,500 ポイントねもらえるわけなんですけども、これをねマイルに交換するとだいたいね 34,500 マイルにね交換することができます。これねもうそのままマイルに交換するとこのマイル数にね交換することができて、ホテルだとねどんな感じで宿泊できるのかっていう話なんですけども、こちらね9月の土日で調べてるんですけども、88,500 ポイントがあるとまあだいたい宿泊できますかね。はい、この東京エディションホテルはちょっと厳しいですね。89,500 ポイントなんで、ここはちょっと宿泊できないですね。うん、まあ、ここはラグジュアリーホテルブランドなんで、まあ、こことかね、プリンスギャラリー清井町、あ、ここは行けそうですね。このプリンスギャラリー清井町も、ラグジュアリーホテルで一番上のね、もともとカテゴリーのホテルだったんですけども、まあ、ここは行けそうですね。もしかしたら東京エディションホテルも、まあ、日付によったらね、行けるかもしれないですね。あと、メズム東京。あとこのリッツカールトは多分ね8万ポイント下がるまではねなかなか厳しいと思います。まああるとは思いますけどね、かなり日付が偏るっていうか平日オンリーとかねそういった感じになりますね。まあそれ以外はほとんど宿泊できますかね。はい、まあそういった感じになります。それでは次ですね、こちらねマリオットボンボイプレミアムカードのですね年会費とこのクレジットカードの特典ね、解説やっていきたいなと思うんですけども、私の方でねまとめさせていただいたのをちょっとこちらにね、出させていただいておきます。まずね、名前はマリオットボンボイプレミアムカードですね。こちらね一般カードと、プレミアムカードねありまして、こちらはねプレミアムカードのね方っていう風になりますね。一般カードの方も一応クレジットカードとしてはあるんですけども、もらえるステータスがシルバーだったり、まあ、還元率も低かったりということで、結構ねおすすめできるポイントがねちょっとないっていう風になりますんで、もしねマリオットボンボね一般カード発行されるのはですね、まあ、基本的にはねおすすめできないっていう風になりますんで、この点はねご了承ください。で、名前がですねマリオットボンボイプレミアムカードで、年会費が先ほど言った通り 49,500 円税込みっていった形になります。で、家族カードはですね1枚無料っていう風になっておりますんで、こちらね結構大きい特典ということで、家族カードは1枚無料ということで、まあ、新規入会キャンペーン今回ね75万円を3ヶ月以内にね利用していただくと、まあ、今回の 88,500 ポイントねもらえるわけなんですけども、このね家族カードはね1枚無料ということで、ご夫婦の方であればですねご自身のね決済だけではなくてですね、パートナーの方の決済分も、まあ、合算してねこちら対象っていう風になりますんで、お二人でですね75万円ね達成していただければボーナスポイントねもらえるっていう風になりますし、またね家族カードがね1枚無料っていうのはね本当に大きいですよね。昔のね SPG アメックスとか 34,100 円の年会費だったんですけども、まあ、家族カードね1枚目から有料でしたので、まあ、この点はね結構いいポイントっていう風になります。で還元率なんですけども、ちょっとこちらの表ではですね一応 1% 還元っていう風にさせていただきました。このクレジットカードはですね100円で3マリオットボンボイポイントが貯まるんですよね。はい、3ポイントがね一応貯まりますんで、まあブログとかねいろいろ見られたことある方は 3% 還元って書いてある、まあ、ブログとかもねあるわけなんですけども、この貯まるポイントっていうのはマリオットボンボイホテルポイントがね貯まるクレジットカードなんですよね。ですので貯まるポイントはマリオットポイントで、でこのマリオットポイントっていうのは3ポイント1マイルにね交換することができます。これはマイルの交換レートですね。でマリオットボンボイホテルでね利用する場合、だいたいいくらぐらいでね利用できるかっていう話なんですけども、まあ、これはですね非常に難しいところで、使うホテルによってですねこの利用する時のポイントの
円換算の価値っていうのは変わるっていう風になっておりまして、まあ私が利用している感じだとですね、だいたい 0.7 とか 0.8 とかね、基本で利用することができて、すごい繁忙期とかですね、高級ホテルであれば、まあだいたいね、1ポイント1円以上でね、利用することもできるっていった形になります。海外のね、ブロガーの方とかを見てると、まあ1ポイント 0.78 とかね、まあそのぐらいっていう風に言われておりまして、またね、ヒルトンポイントだと、まあ 0.5 とかね、0.4 とかね言われてたりするんですけども、まあ、これはね利用するホテルによってね変わってくるっていう風になりますんで、今ね非常に円安になっておりますよね。ですので今ね海外のホテルとかで利用すると本当にね1ポイント 1.5 円とかね2円とかね、まあ、結構ね跳ね上がった数字でね利用することができるっていう風になるわけなんですけども、まあ、これはね利用するホテルによってね変わるっていった形になります。でこのマリオットボンボンホテルポイントなんですけども、こちらね先ほど言った通り3ポイント1マイルにね交換することができるんですけども、一度にね6万ポイント一気に交換すると本当はね3ポイント1マイルっていう風になりますんで、本当は2万マイルに交換することができるはずなんですけども、こちらねボーナスポイントっていうね制度がありまして、6万ポイントをね一気にマイルに交換すると、まあこれね ANA でも JAL でもアラスカでもユナイテッドでも、まあユナイテッドはちょっと提携組んでてもうちょっと増えるんですけども、まあこれどこの航空会社に基本的にね交換していただいても、まあちょっとね一部対象はあるんですけども、有名どころはね、まあほとんど利用することができるので、まあ大丈夫かななんていうふうに思うんですけども、6万ポイントを交換すると本来2万マイルですけども、ボーナスポイント5000ポイントがついて、こちらね2万5000マイルにね交換することができるっていった形になります。ですので、まあ、基本的にマイルに交換する方はですね6万ポイント一気にね交換していただくのがねおすすめっていった形になります。でマリオットボンボンホテルポイントの有効期限なんですけども、基本的には2年間っていう風になります。今はねコロナ対応で延長とか来てるんですけども、基本は2年間です。ですけども増減があればですね都度延長されていくっていう風になりますんで、まあこれどういうことかというと、このマリオットボンボイクレジットカードをね使っていくと、まあポイントが溜まっていくんですよね、マリオットボンボイポイントが。でこれが口座にマリオットのね口座に加算されていくっていう風になりますんで、まあこのクレジットカードを使い続けていればですね、基本的にマリオットボンボイポイントが溜まっていくっていう風になりますし、まあ月1回ね移行されていくんですけども、これで溜まってね増えていくっていう風になりますんで、毎月毎月ね有効期限延長されていくっていう風になりますんで、まあ、実質無期限っていった形になります。でホテルステータスですね、このマリオットボンボイプレミアムカードをね発行していただくだけでマリオットのねゴールドステータスをね獲得することができます。でマリオットのねゴールドステータスになるとですね、まあ、どういう特典が受けられるのかっていう話なんですけども、マリオットゴールドステータスになると客室のアップグレードがですね受けることができます。これはスイートルームを除外した客室っていった形になりまして、レートチェックアウトが14時まで利用することができます。レートチェックアウトっていうのはですね、本来12時とかね11時とか、まあ、チェックアウトの時間があると思うんですけども、それを最大2時までね延長して客室をね利用することができます。またねマリオットホテルで決済するときにですね 25% のポイントがね増量されたりですね、またねウェルカムポイントということでホテルに宿泊する際にですねウェルカムポイントで500ポイントがね受けることができます。これがねマリオットのゴールドステータスの特典っていう風になるわけなんですけども、客室のアップグレード、またねレートチェックアウトに関してはこちらね空室状況によりますので、満室の場合であったりですね、ホテルが繁忙期だったりね、そういった時期は、まあ、断られる可能性はねあるっていった形になります。私がね SP ジャーメックス Q のねマリオットボンボイプレミアムカードの前のクレジットカード発行した時に一番ね虜になったっていうか、これでハマったっていうのはやはりね客室のアップグレードがですね結構強烈で、このクレジットカードすごいみたいな感じでね思って継続してね今に至るわけなんですけども、まあ、私が発行したのは2017年とかなんで、もう5年前ぐらいになるんですけども、まあ、その時ね入会キャンペーンで貯めて、初めて泊まったのはマリオットの山中湖だったと思うんですけども、まあ、温泉付きのね客室にアップグレードしていただいたりねしまして、非常にね嬉しかったのはね今でもね覚えているっていった形になります。まあこういった感じでですね、クレジットカードを発行するだけでですね
ゴールドステータスがね獲得することができるっていった形になります。それでは次ですね、年間決済額プラス更新特典ですね。まず一つ目がマリオットボンブプレミアムカードの場合は年間150万円を決済していただくと5万ポイントの無料宿泊特典っていうのがもらえます。一括5万ポイントまでのねホテルに無料宿泊ねすることができる権利っていうのがこのね年間150万円決済していただくと利用することができます。でこちらね、半年前ぐらいにね、特典として追加になったんですけども、この5万ポイントっていうのは以前はね5万ポイントまでのホテルしか使うことができなかったんですけども、今はですねプラス1万5000ポイント、まあ自腹でプラス1万5000ポイント足して最大ね6万5000ポイントまでのホテルでね利用することができるっていった形になります。まあこういったね感じで利用することができますので、5万ポイント以上のねホテルでも利用ねすることができるようになったっていった形になります。で2つ目ですね、こちらのクレジットカードマリオットボンブプレミアムカードを年間ね400万円決済していくとマリオットプラチナステータスがね獲得することができます。でプラチナステータスって何ですかっていう感じだと思うんですけども、マリオットボンブねプラチナステータスになるとですね、先ほどね客室のアップグレードがありましたよね。あれはスイートルームは除外されていくんですけども、ゴールドだとねプラチナステータスだとスイートルームがね対象っていった形になります。またね朝食は2名分無料、またねクラブラウンジはアクセス2名分無料になります。でレートチェックアウトが16時までね延長することができて、マリオットホテル滞在時のボーナスポイントが 25% から 50% にね増量っていった形になります。かなりねプラチナステータスになると特典がね盛りだくさんっていう風になりまして、このねクラブラウンジっていうのはホテルの上級会員の方だけがね入れるラウンジっていう風になっておりまして、まあそこにはねお酒とか軽食とかソフトドリンクとかですね、まあ時間帯によって無料でね利用することができるっていった形になります。まあこちらね年間決済額が400万円っていう風になりますんで、達成できる方っていうのはですねこのクレジットカードね非常におすすめっていった形になります。で次に3番ですね、宿泊実績15泊分付与ということで、クレジットカードね更新していただくと宿泊実績はね15泊分ねもらうことができます。これはですねどういうことかというと、マリオットボンボイのステータス制度っていうのは宿泊数によってステータスがね構築されるようになっておりまして、10泊でシルバー、20泊でゴールド、50泊でプラチナ、75泊でチタン、100泊でアンバサダーだったと思うんですけども、まあ、アンバサダーねそれ以外にも条件があったりするんですけども、まあ、こういった感じでね宿泊実績に応じて、まあ、ステータスがね付与されていくんですよね。もちろん先ほど言った通り年間400万円決済すれば、まあ、1泊も宿泊しなくてもプラチナステータスに、ね、なることはできるんですけども、50泊ね利用すればプラチナステータスに、ね、なることができるんですよね。ですので、年間400万円は厳しいですけども、年間50泊するのはできるっていう人はですね、この15泊ねこのクレジットカードを更新するだけでもらえるっていう風になりますんで、残り35泊ね利用すれば、まあ、プラチナステータスに、ね、なることができるっていった形になるんですよね。まあこういった形で更新するとですねこの宿泊実績はねもらうことができます。ですのでまあ基本的にはこちらを利用したいっていう方は、まあプラチナの1個上のチタンステータスだったり、もう1個上のアンバサダーだったりね、まあ、ここら辺利用されたい方はですね、このね、宿泊実績15泊分っていうのはね、かなりいい特典でいった形になります。それでは次に空港ラウンジなんですけども、このね、マリオットボンボイクレジットカード、プレミアムカードを持っていると、まあこれはね、アメックスの場合はどのカードでも入れると思うんですけども、空港のね、クレジットカードラウンジっていうのが利用することができます。で、アメックスのクレジットカードですね、基本的に、同伴1名までね無料で入ることができますので、1枚持ってるだけで、まあ、ご夫婦でね入ることができます。で家族カードね、1枚ずつね持っている方は4人家族の場合であってもですね同伴1名まで入ることができますので、まあ、4人家族の方で本カードと家族カード1枚ずつ持っていれば、まあ、4人までね入ることができるっていった形になります。まあこちらはですね食べ物とかはないんですけども、まあ、ソフトドリンクだったり雑誌とかですね、まあ、そういったサービスがね、まあ、ちょっと休憩できるスペースみたいなのがね空港のラウンジで利用することができます。いつも私がね空港のラウンジって言ってるのはこのカードラウンジじゃなくて、私が利用しているのは航空会社のラウンジっていう風になりますんで、ちょっとねラウンジもカードラウンジと
航空会社のラウンジでね、ちょっとレベルが異なるという風になりますんで、いつも私が入ってお酒飲んだり食事してるようなね、ああいった感じのラウンジはこのカードラウンジはね、基本的には利用することができないっていう風になりますんで、この点はね、誤解ないようにね、しといていただければなと思います。それでは次にね、海外旅行保険についてなんですけども、このマリオットボンボイプレミアムカードっていうのは以前のね、SPG アメックス時代はですね、自動付帯でした。ですけども、こちらに切り替わって、またね、2022年の8月1日からですね、海外旅行保険っていうのは自動付帯から利用付帯ね、変更になっております。何も決済しないとですね、保険適用になりませんので、この点はね、ご注意ください。で、利用付帯っていうことは、利用すれば保険適用になるわけなんですけども、まあ、どうやったら付帯されるのかっていう話なんですけども、こちら公式アイテムに載っている通りですね、こういった感じで出国前ではなくて出国後でもですね、電車バスだったりね、空港までの電車代やリムジンバス代とかね、まあ、こういったものを決済していただければですね、たとえね、出国後であってもですね、海外旅行保険ね、適用することができるっていう風になりますんで、確実にチェックしといていただければなと思います。まあ今の時期ですね、コロナ流行っておりますので、海外旅行保険かけないでね、海外行かれる方っていうのはかなり少ないと思うんですけども、まあ、高額医療でね、有名なアメリカ方面とかでね、何かあった場合ですね、もう本当にいくら請求来るか分かりかねませんので、この点はね、ご注意ください。で、海外旅行保険の保証内容なんですけども、こういった形になっております。死亡から疾病、またね、乗り継ぎとか欠航とかね、そこら辺まで保証がね、されているっていう風になるわけなんですけども、一番大事な部分はですね、こちら疾病障害のね、300万円のね、ここがね、一番重要な部分っていう風になりまして、もちろんね、死亡とか後遺症障害とかね、なれば、まあ1億円のね、保険が出るわけなんですけども、まあ、ここはね、本当に重症とかね、亡くなった場合になりますので、怪我とか病気とかですね、基本的に利用されるのはこのね、300万円の部分になるのと、またね、賠償だったり健康金、あと乗り継ぎとかね、まあそういった保証に、ね、なるかななんていう風になりますんで、まあ、ここら辺をね、覚えておいていただければなと思います。それでは次に、個人的にね、結構使ってるサービスなんですけども、手荷物宅配サービスですね。これは海外旅行から帰ってきた時にですね、手荷物をね、1個無料でね、自宅等々にね、配送していただけるサービスっていう風になるわけなんですけども、 SPG アメックス時代はですね、羽田がね、使えなかったんですけども、このね、マリオットボンボイプレミアムカードになってからですね、羽田空港もね、対象に入りました。ですので、今ね、羽田成田中部関空でね、利用することができます。こちらね、メイン空港はね、羽田成田中部関空ではない方もですね、羽田成田でね、乗り継ぎをしていただくときにですね、この宅配サービスっていうのは利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、こちら活用ね、していただければなと思います。これね、普通に頼むとね、3000円ぐらいね、かかるんですけども、無料でね、1個にはなりますけども、利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、覚えておいてください。またね、今回マリオットボンボイプレミアムカードの話をさせていただいておりますけども、これね、手荷物宅配サービスっていうのは、クレジットカード1枚に対してスーツケースが1個っていうカウントになりますんで、まあそれ以外にですね、クレジットカード持っていて、手荷物宅配サービスね、利用できるクレジットカードであればですね、1枚1個でね、送ることができますので、まあこの点もね、覚えておいていただければなと思います。またね、アメックスのクレジットカードですね、一部のカードだけ、こちらね、京都の寺院なんですけども、こちら観覧無料、またね、お茶などのサービスもね、利用することができるっていう風になっておりまして、これ昔はね、京都特別観光ラウンジっていうね、名前だったんですけども、今ね、名前が変わったみたいですね。まあこちらね、ぜひ京都行かれる際はですね、こちら観覧無料ですし、お茶などのサービスがあったり、駐車料金も無料だったのかな、1時間無料だったかな、そういった特典もありますので、ぜひね、利用していただければなと思います。で、こちらのクレジットカードはですね、国際ブランドはアメリカンエクスプレスっていう風になっておりまして、アメリカンエクスプレスが国際ブランドのクレジットカードっていうのは、セゾンアメックスとかね、いろいろありますけれども、このマリオットボンボイクレジットカードはアメリカンエクスプレスが発行しているクレジットカードっていう風になります。ちょっとややこしいんですけども、国際ブランドだけではなくてアメックス自体がね、発行しているクレジットカードっていう風になります。
ということで結構ね長めに解説ねさせていただいたわけなんですけども、アメリカンエクスプレスのねクレジットカードの特典っていうのは本当にたくさんあります。今回ね紹介させていただいたのは一部っていう風になっておりまして、まあこれ以外にもですね、空港のパーキングだったり無料ポーターサービス、またエアポート送迎サービス、レンタカー、 HIS トラベルオンライン、 USA チケット購入、ワインクラブ、新国立劇場などの特典もねあるっていう風になりますんで、これね全部概要欄にね URL 載せておきますので、まあちょっとこれ利用したいみたいな感じでね思われた方はぜひね公式サイトをチェックねしてみていただければなと思います。空港無料ポーターサービスっていうのが確か成田と関空でね利用することができて、これね次回ね海外行く時にね利用したいななんていう風に思っていたんですけども、残念ながらですね成田空港このサービスね9月いっぱいまでね休止してるみたいなので、ちょっと私は利用することができなさそうなんですけども、この無料ポーターサービスもですね結構ね便利みたいなんでね、ぜひねチェックしてみていただければなと思います。まあ、私がね約5年間ね保有しているわけなんですけども、まあ、どういった方にねおすすめなのかというと、まずねマイルをねメインで貯められている方ですね。でまた ANA、JAL だけではなくてですね、いろんな航空会社の選択肢が欲しい方はですね、このマリオットボンボイプレミアムカードよりねマサルカードっていうのは多分個人的にはないんじゃないかななんていうふうに思いますので、まあ交換できるね航空会社も40社以上っていうふうになりますんで、まあアメックスのプロパワーのねクレジットカードも、まあ、ANA、JAL、シンガポールとかね結構航空会社交換することができるんですけども、プロパーのねアメックスっていうのはまたね交換レートがちょっと悪かったりしますので、まあそうなってくるとですね、マリオットボンボイプレミアムカードのねこのマリオットポイントのね交換レートの良さっていうのはね他にね勝るものはねないんじゃないのかなっていうふうに思います。でホテルメインの方はどうなんだっていう話なんですけども、ホテルメインの方で年間400万円ね、行けそうな方、こちらの方はですねかなりおすすめっていた形になります。マリオットのプラチナステータっていうのは、まあ、先ほど言った通りね年間50泊しないとプラチナステータスにはなれないんですよね。で今まではですね皆さんまあキャンペーンとか利用して、まあ、50泊以上してね、まあ、私もそうですけどもこのプラチナステータスを維持してたわけなんですけども、400万円決済できる方であれば1泊も宿泊しないでねプラチナになれるっていう風になりますし、またね年間、まあ、ずっとねそれを継続できる方であればですね、もうマリオットのプラチナステータスから陥落することってないんですよね。これって本当にねすごいことっていう風になりますんで、年間400万円ね決済できる方はですねかなりねおすすめっていった形になります。またねちょっと400万円はいけないけども200から300いける方はね、個人的にはねヒルトアメックスプレミアムカードもねちょっと検討していただくのもねいいのかなと思います。ちょっとね今回の話題とは離れてしまうんですけども、ヒルトンアメックスプレミアムカードっていうのは年会費ねプラス1万5000円ぐらい上がって6万6000円ぐらいしちゃうんですけども、年間200万円決済するとまずヒルトンの最上級ステータス、ダイヤモンドステータスがもらえます。でプラスね300万円決済していただくと、ウィーケンド無料宿泊特典という宿泊券がもらえます。でまたねクレジットカードを更新するともう1枚無料宿泊特典、週末限定ですけどもねもらえます。ですので300万円でね400万円届かないっていう方はですね、ヒルトンアメックスプレミアムカードもねちょっとね検討してみていただければなと思います。300万円決済できる方であれば、まあ、ダイヤモンドも維持できて、週末無料宿泊特典が 2枚もらえますんでね、これもねかなりいいのではないのかなと思います。まあでもねヒルトンの、最大の弱点はですね、ヒルトンのポイントは宿泊にしか使えない点なんですよね。ここはね難しいところなんですけども、マリオットの場合はホテルで利用することもできますし、マイルに交換することもできる、まあこのね選択できるっていうのをですね、マリオットボンボイポイントのね非常に強みだななんていうふうに思いますので、ぜひね参考にしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。